はい、リンダスミスジャパンです。今日は土手町の三百子で青森県最強だってね自称言ってる卵かけご飯 TKG を食べに行きました。それで弘前市の浜屋さんっていうところのこだわった極上本カレー節かつお節と大ワニの、マルシチさんのだし醤油を使って、それで時はの卵を使ってるみたいなので、行ってみます。ここだけ。はい。今年なんだっけ、アラマキジャケの。何？石狩風なんとかなんとか。で、お味は。カップで。カップで取れたよ。枝豆もらえます。食うな、お腹空いてるもん。じゃあ鶏皮せんべい。これが追いガツオ。追いガツオ。これ後からかけばいいの？醤油入れで。醤油入れで。好みで入れで。追いガツオだ。追うっていうことなんでしょう。うん、食うときまだこれバーッとやっちゃってください。はい。じゃあ行きましょう。醤油かけて。かけすぎだ。ネギ？これネギ、あ、ネギだね。ネギと。違う、これ天かす。あ、天かすもあるね。うん、好みでこの追いガツオ。この醤油がこれなの？あ、わかんない。この醤油紹介してくれた。これがなんだよ、大ワニのマルシチだし醤油。これが浜屋さんの醤油だ。これかければよかったな。あ、違うの？うん。やばい。うまい。だって うめえじゃん、カツオ節。うまいとうまいとうまいなんでしょ。うん。合わさってるもの。これはさ、だね。ちょっと家で食うやつと違うね。ずるい。
でも2時間までるのかな。うん、何だよ、日にちが合うな、ロムソムターンか。2杯分おかわり。本当に？2杯分。はい。もう、あと肌荒れたら。はい。こっちかければよかったんでしょ？うん。こっちでいいかと。これに。あ、これが入っちゅんだ。入ってる。鰹節屋さん、浜屋さん。はい。オートバックスの近く。オートバックスの。シンドバットの近く。泊まったことないか。1回ぐらいしかないんで。あそこないっすよ、うん、日本で一番かつお節を作るのが上手な人から仕入れての薄く、うん、ご飯に合うよ。あ、薄いもんね、本当に鼻息で飛んじゃう。関さんも本当やってもらったの。これ、うん、行ってみよう。これはこれで行ってみるわ、うん、今日は今日で撮って、でさ、1時半ぐらいだからさ、配達されるみたいな感じでさ、社長さんは、ね、うん、奥様はいるんだけど、社長さんいるよ、行ってみよう、うん、全然待っていこう。あとは体調はペペロン枝豆。うん、肉汁もない。もう開けたんだよね。わかんない。納豆たまに。おいしい。うん。何カップ？ダブルです。これは普段はないですよね。ないです。ないけど作れますよ。ダブルトリプル。すごい。ダブル。特別ダブル。あ、卵も肉だ。うん、卵も肉じゃん。ダブルとも。自信ねえ。飛んだ。なんで反対飛ぶしたじゃん。そうこねくてもいいじゃん。ちょっとって言うんですよ。笑い声ね。これさ、忘れられてる気がする。忘れられてる。後から減ればよかったな、多い夏を。醤油足りねえって気する。マジで生地食べてるじゃない。納豆のかつお節と違うじゃん、醤油が。バカにするよ。
美味しい。でも、かつお節、かつお節がさ、固まっちゃうはんだよ。もっと言えんの。美味しくない？子供の頃思い出すのに、うん、辛かった。もちろん太鼓いで、ほら、天ぷら中華。どうぞ。ごちそうさまでした。体調は？ごちそうさまでした。はい。